そんなにレベルが上がったわけじゃない。ドラフトなんか結構つるさんがこの選手って言ったやつをこう言ってくれたって聞いたんですけど、いろいろ YouTube とか画像を見て。新球場で、うん、ああいいね。こうファンの方に楽しんでもらえる。新球場は一緒に盛り上げてくれると思うよ。だってあれですよ、1日前に開幕するんですね。あれね、すごいな。粋な計らいしてくれる、ね、すごいですよね。多分他の例えば、再来年ぐらいに新球場例えばできるとしたらそういう計らいをしてくれるんじゃない、うんうん、新しい球場できたら。お前入ったんですか。俺はもう3回くらい行った。あ、まあ、あれまた天然芝ですよね。天然芝です。天然芝だとなおさら外野手はね。何？いや人工芝だとごまかしきくじゃないですか、イレギュラーしないの。天然芝だともっとミスが実力差で出るんで。大丈夫じゃない？いや、それは通算だから気づいてないですけど。それも天然芝と全然違います。そう。まあアメリカの時もこう動いてたけど、そうそうそう、こう自分の動く必要ないよね。そうちょっとおかしいのか。動けているよ、こうやって。たまに。マンチューでしょ。今年、人工芝になってた。どうしたらあるの。まあ、そういうところもね。その1年僕見たんで、そのポロッとやったところも見てきたし。でも新球場はね、外野が狭いから、まあ、楽っちゃ楽よね。でもやっぱその、外野から見て、なんかこう、やっぱ、花があるとか、まず、ケツ。をプリッとさせたいですよね、外野手ね。だからトレーニング、ケツのトレーニングをケツプリトレーニング、ケツプリを大事だよ。本当にケツはね、あの外野が一番見れるケツやから女性はめっちゃ見るんだよ、外野の。俺と一人がケツが綺麗だったからね。ツーさんのスラパ2枚ありますよね。バッパッパッパワコールやったケツパッパワコールやっけ、ワコールのケツパッドのここの部分を切って入れ込んでたんです、上の方にポンと行ってプリン。いや、あれほんとすごいって言ってましたもん。出せないって、あのもういろんな声があるから。めちゃくちゃ言われてる。ツーストライク、まあ野球知ってんの。あの最終戦でしたけど、ね、札幌ドームで、ツーさんがマイクの、あれ本当だったんですか。本当だよ。いろんなこと、そりゃそうだよ。でもそんなにレベルは上がったわけじゃない、うんうん、ね。でもあそこの一軍の舞台に立てたっていう自信はつながったと思うね。だから今年オリックスが優勝したやんか、戦っててうちのファイターズの子たちオリックスにそんな引け取ってないと思うんだよな、本当に。なんで負けてんのかな。でエースの山本君とか来ても全然打つし、うん、そんなね、あの歯が立たないっていうチームじゃなくない。いやでもまあそうですね。やろ。でただ日本シリーズ見てて中継ぎやっぱいいな。そこはもう立てちゃん、もう立てちゃんに頼もう。それで僕は見ててすごい試合やってて、オリックスの中継ぎピッチャーガンガン抑えてて、あ、俺ら来年このチームに勝たなきゃいけないんだっていう、こう去年まではもうぼーっとなんかね、酒飲みながら日本シリーズはやってるぐらいの感じでしたけど、今年はちょっと見る違う。いやだから、まあどういう感じで投げるのかなとか動きとか見ると、やっぱりもっとね、いやいや、うちも若いピッチャーの生きのいいのはいっぱいいるから。そこもたたた立てちゃう。いやいや、その辺も一人がでも僕外野手に集中しますから。いや、集中しなくていいんだよ。あの、もうちょっと視野をこう広げて。で、仲が良かったよ、立山。いや、もうめちゃくちゃ良かった。やろ、こういうピッチャーの時は、外野、ここのポジション守りづらいんで、こういう風にしてもらえますかとかさ、そういう、なんかこう、アドバイスじゃないけど、意見。立山さんは現役の時から、で、これ、多分言ったと思うんですけど、ツーさんとで、まあ、僕ら守ってた時に、サヨナラのケースで、まあ、ツーアウトランナー二塁で、うん、で、左バッター、うん、立山さんは最悪レフト前はいいって、あ、そうなんや。で、本当にレフト前打たし、うん、まあ、打たしたら打たれちゃったんですよ、ガードに、アウトローに。そしたら僕がチャージして刺してアウトになって、うん、っていうのを話してるんですよ、うん、そのインコースでカーンをもう終わっちゃうから、うん、あ、回されてたからね、そうそう、最高一番前に行ってるんだ、うん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 、
だけど立山さんはそういう考え。あ、いいね、それいいよ、それでいいよ。だから僕も立山さんが守ってる時とかは、うん、なんかそういうこと考えて守ってくれてんだと思ってすごい気に守った。あ、それ大事なことやね、うん、ドラフトなんか結構通さんが、うん、この選手って言ったやつをこう言ってくれたって聞いたんですけど、夏場オールスター明けぐらいにいろいろな YouTube とか画像を見てちょっと矢沢くん欲しいなと思って、早っ、うん、もうそのうち矢沢くん一本で行きたいって一応ね、YouTube 参考にされてるんですね。 YouTube で通さん本当 YouTube よくだもん、見る見る。僕はそのシーズン中、ツーさんをなんかちょっとこうなんか批判した人に対して僕はちょっと違うって言った時に、ツーさんがお前なんか そんなに、うん、あの言われて嫌だったらあんまりそういうの言うなよと、うん、YouTube のことも言ってくれたり、あのね、ドラフトで誰をかけてほしいかっていうのをチェックはよくしてた。うん、で、あのこの子も面白いなと思ったのが巨人で、あのドラフト1位の浅野君、彼も欲しいなと。高松商業か。そうです。そうそう。ガイアなんか足もそこそこ速くて、まあでも俺は彼がね1年目から活躍するかどうかって判断した時に矢沢君の方が。そっか。来年はもう即戦力で。もちろん。っていうことですね。だから即戦力を取りたいと。うんうん、高校生はすいませんがあのちょっと遠慮してほしいっていう、まあまあでもね。何年かもスカウトの方たち一生懸命見てきて、ね、才能は俺より見る目はあるだろうしね。でも1位と3位の矢沢君と加藤君は必ず上位で、これだけお願いします、うん、即戦力で取りたいと。そしたら分かりました。で矢沢君でまあ他の球団頼むよと。で早めにこう公表一緒に行った方がいいんじゃないですかみたいなことも言ってたし、そんなの関係なく試してきますから、ね、そう関係なくないんだよ。で他の球団来なかったからよっしゃ。でもそう考えるとそのドラフトはその中さんとフロントが欲しいという選手を全部イメージで通り取れたんですよ、ね、イメージ、うん、ただこっからはね選手が活躍するかしないかはもうそのねプレーキーに合うか合わないかっていうのは入ってみないとわからないから、矢沢君もねドラフト1位で入ってきてキャンプで見たらあれ思ってたのと違うなって思うかもしれないし、思ってた以上やんか、ああこれピッチャーでもいけるわ、さあどうしようって悩ましてくれたら最高に嬉しいし、まあでも俺の頭の中ではこうしたいっていうのはだいたいまとまってるのはまとまってるし、加藤君にしようね。矢沢君は外野ですよ、ね、まずピッチャーというより両やらせると思いますけど、いやファーストできるかもしれない、もしかしたら。じゃあ担当外野ですね。いやいや分からない外野もさせるファーストもさせる、バッターピッチャー全部見てみたい、まあ、とりあえずは全部やらせてみる。足がこれまで磯畑君と同じぐらいらしいもうすごいっすね。だから江越くんいるやろ、松本くんいるやろ、磯畑くんいるやろ、でここに浅野くんが入ってくるやろ、で矢沢くんやろ、で今川くん、万波くんで面白いのが阿部くんっていう育成の子も足速いの、はいはい、で俺ここにアルカンタラを持っていきたいと思ってるから、メンディーメンディーね、はいはい、で石井くんも外野で中島くんも外野全部ないでも外野の練習させてたらね、こう新鮮、内野行った時に新鮮でこう塊がなくなる、ね、内野の選手が外野って何人いるんですか外野、めちゃくちゃおんねん内野いなくなっちゃうじゃないですか。いや内野はすぐ今までずっとやってきて、あんまできるということをできるということ。加藤選手はいつから熱烈なんですか。これも矢沢君と同じぐらいの時かな、うん、俺一回言ってしまったのよ囲みでそしたら他のチームが調査入ってしまうやんけってミスをしたんだけど、俺がその囲みで言ったことを加藤君がパッて見てめちゃくちゃ喜んでくれたらしい。へえー、あじゃあある意味よかった、いい形で伝わった。そう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 、だからプレーしながらファイターズでこうプレーをするっていうイメージで
アメリカの 3A でやってくれてたとは思う、うん、ただまだ決まってないからこれははっきり言えることじゃないんだけど、うん、まあ 100% 来てくれるっていう気持ちでね今はいるんだけどね。まあ188あるらしい。誰ですか？加藤。100だから65ぐらいで一人並んだらここら。マジっすか？うん。超小柄だと思ってた。めちゃくちゃでかい。メジャーだとなんかすごいちっちゃく見える。わざとこういう風に構えてるから。だから、そうなんだ。西武ライオンズの辻さんみたいな感じ。あ、辻さんはここだけど、立ってます。あんたら大きいみたいな。88ある。楽しみだな、じゃあ。来年から。よろしくお願いします。やっとりましょう。やって。はい。よし。皆さん、期待しててね。すごいいいコーチになるから。で、監督もね、狙ってらっしゃる。そう。あの、引退セレモニーから7年ですよ、辻さんが。セーブドアーで。そう、俺、LINE したんだよね。一人がね、コーチ。いや、でも、メッセージ、引退セレモニーのメッセージくれましたから。バックスクリーン流れて、その、一人が、うん、あのこんな一緒のために対戦、これ多分パリーグ TV も使えると思うんだけど、実はちょろっとライオンズの監督狙ってるらしいですよとか言ってたっけ。そう、めちゃくちゃ受けて。それがでもこれって大事なことであって、コーチをしてていいコーチって判断されたら、おこれまとめられるんじゃね、監督の器あるわっていうふうに思わせるのが、もう一人がその背中で来てるだけやから、だからその監督になるっていう目標は持ってていいと思う、うん、間違いない、まあ、みんな今回ね、立山君も入ってくるし、立山君もその監督を意識して選手にね、アドバイスして、こうその背中をね、うん、俺たちにも見せてほしいし、うん、俺が一人監督行きますよっていう推しもできるいやいや、それぐらいの気持ちでね、やってもらいたいな。いやでも楽しみ、またツーさんとこうやって、ね、はい、近くで戦えるのはめちゃくちゃ楽しみだし、もうワクワクが止まんないです。来年コロナね、だいぶ収まってくると思うし、また外にも飯行ったりね、うん、まあ楽しみです。はい、じゃあ、はい、ありがとう。ありがとうございました。